扉は開かないし、壊そうとしても壊れないし、あとでいいよ。徹夜だったし、さすがに眠い。リリー、スー！どうしたの、ルーシャ。私たち今から一眠り。それどころじゃないです！
たか、お前たち。そりゃ来るよ。今までどこに行ってたの？私たち心配してたんだから。そうだよ、ルーちゃんたちにも迷惑かけて。ほら、アトリエに帰ろう。心配させたことは悪かったが、アトリエに戻るつもりはない。どうして？私たちお父さんに聞きたいことがたくさんあるの。お父さん、後任の錬金術師だったんでしょ？昔絵の世界を旅してたっていうのも見た。それにお母さんのことを助けられなくてお父さんがすっごく悲しんでたってことも。エテルネピカか。ああ、全てお前たちの言う通りだ。だったらまた一緒にアトリエをやろうよ。お父さんがいなきゃ国一番のアトリエは。ねえ、帰ってきてよ。お父さんがいないと寂しいよ。リリー、スー、俺と勝負をしろ。勝負？どういうこと？どちらが早くアトリエランクを上げられるかの勝負だ。俺はアトリエボルテールのランクを上げる。お前たちは自分のアトリエのランクを上げろ。早くランクを上げた方が勝ち。お前たちが俺に負けたらアトリエは廃業してもらう。おじさま、そんなのいくらなんでも理不尽。ルーシャ、今ボルテールのランクって？え？ C ランクですけど。うん、もちろん。こっちも C ランクだし、条件は同じだね。お父さん、私たちが勝ったら私たちのアトリエに帰ってきてもらうから。ああ、いい。それじゃあまた。私たちに勝てると思わないでよね。ルーちゃん、帰るよ。終わるまではここに泊まっていっていいからね。
なったのもお父さんのせいだしね。味くらいは手伝ってもらうけどさ。え、いいんですか？野宿に比べれば家事なんてへっちゃらです。うん、なら決まりだね。さあ、お父さんとの勝負、気合を入れなくちゃ。なのよね。やっぱり太陽を作ったりするの？
は？太陽？どういうことですか？え？太陽よ、太陽。錬金術師といえば小さい太陽を作って雪を溶かすものでしょ？そんなことしませんよ。っていうかできませんよ。もっと言うとやろうとも思いませんよ。あら、そうなの？昔フィリスちゃんがやってたんだけど。じゃあ船の部品を作るのは？メルベイユには海があるし、それくらい。やりません。船は船大工さんが作るものです。なら壊れた橋を一瞬で元に戻す道具は？使うとパーって橋がかかっちゃうんだけど。それも無理です。あー、リアーヌさんの錬金術か、相当ずれちゃってるみたいです。そうだったのね。錬金術師っててっきり魔法使いの親戚なのかと。これはフィリスさん恐るべしなのか、ディアーヌさんの実は天然なのか。あはは、どっちもなんじゃないかな。
な進歩だね。目的地は気の向くままに。誰か俺のことを噂してるな。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。あ、鉱石見つけた。図鑑で見るより綺麗だな。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。お母さんに
教わった焼きプニダルマの可愛さは。いいですよ。ルーシャー、今日のご飯、お魚が食べたい。うい。ええ、わかりました。あ、茶葉切らしちゃってるんだった。ルーちゃん、お買い物に行ってきてもらっても。もう！いくらなんでもこき使いすぎじゃないですか！掃除に洗濯、炊事に買い物、私はあなた方の駒使いじゃありませんよ。ブーブー、だってルーシャ居候じゃん。家事なんてひっちゃらって言ってたじゃん。確かに止めてもらってる身ではありますが、これもおじさまの乗っ取りのせいですね。まあ、もともと実家なわけですし、乗っ取りというより家出から戻ってきただけかもしれませんけど。は？実家？アトリエボルテールがお父さんの？どういうこと？え？まさか知らないんですか？ロジャーおじさまは私のお父さまの弟なんですよ。ルーちゃんのお父さんと私たちのお父さんが兄弟で、だとすると、私たちとルーシャって、何を今さら。本当に知らなかったんです。待って待って、ほら、私たち名字違うし、私たちがマーレンで、ルーちゃんがボルテール。ああ、家を出た時に名前を変えたんでしょう。おじさまの元の名前はロジェ・ボルテールですよ。うわ、頭痛くなってきた。そっか。なんで嫌そうなんですか。じゃあ私は買い物に行ってきますよ。勇者と来たか。あんなおまぬけといとこだったなんて。もう来た！